ゴーショップモスト、井上です。今回は、ローニングスソフトボールグラブハイパーテック R2G、えー、数量限定ですね、試、え、商、ー、品入荷してきましたので、ご紹介していきたいと思います。えー、今回のですね、えー、こちらのグラブ、女子専用設計グラブという形で、まあ、この方にですね、け おりますでこちらなんですけども柔らかく痛くなく手にフィットするっていう形で作られております、えー、まずえ、痛くないっていう形で、えー、もう公式軟式にもですね採用されているデュアルパームテックっていう形です見えないところではあるんですけど中にあて側の方ですね二酸、えー、構造しておりましてそちらにですねボールのうまく形っていう形 を型、えー、取っておりましてそこがですねうまく作用してくれる形です、えー、ポケットの方も付けやすい設計という形となっておりますそして柔らかい部分の一つでですね、えー、こちらのヒンジのところですこちらのところですね、えー、柔らかく、えー、することを、えー、可能っていう形となっております一応にですね柔らかくまあ薄くなっているので柔らかさ、えー、すぐに閉じれるって形なのでまあキャッチングのスピード そして、操作性の方を上げるような形とししてておりますそして痛くないっていう形でもう一つなんですけどもまた見えないすみません部分で、えー、人差し指と中指の部分ですねこちらの方ですねあて側の方しておりますなのでへたりのずらさ耐久性の方もアップしつつやはりですね痛くないっていうのもサポートしてくれる形になります今度はです、ねえー、手にフィットっていう形でまず1つなんですけどもこちらのバンドですね こちらのバンド、引っ張ることによって自分の手の大きさ、まあ、手の甲の大きさにですねフィットすることができますという形となります。そしてですね内側のこちら よくですね最近多くなってきたえ薬指に重点を置いたタイプって形ですえこちらに入れることによってですねまあ、フィット感もちろんなんですけれども、まあ、薬指の力やはりですね増えることによって呼吸力をサポートという形となりますえそしてですね親指の部分のところですね専用の、えー、親指構造という形となっておりますこちら、えー することによって、えー、フィット感を高めてそしてですね親指のパワーロスも、えー、防いでく,るくれることができますそして、まあ、確実なキャッチングですねできることとなりますさらにですね、えー、上の部分、えー、こちら、えー、モフモフのムートンではなくて、えー、ドライフォームバンドという形ですね、えー、ボアに比べて、えー、ボアのモフモフのムートンのことですね、えー、変形そして型崩れを防いでいく。 くれます。そして、えー、ソフトボールらしくですね、えー、刺繍、そしてマックそしてこちらにもマークという形で入っておりますので、えー、かっこかわいい形となっております今回ですね、ブラックにピンクの、えー、ヘリ側縫い糸、ねえー、しておりますそしてこちらの大きさなんですけども上から下まで約2 9 5ンチという形となっていて非常に使いやすく、えー、大きさとなっております、まあ、内野手はもちろん そしてピッチャー、えー、もしくは、まあえーまあ、非常時自体の外野手という形ですね、お使いできるかなと思いますので、えー、かっこかわいくできたこちらのローリングスの、えー、ソフトボールグラブぜひです、ね、おすすめさせていただきたいと思います。ででこちら、以上です。ありがとうございました。